はい、アルです。お疲れです。はい。今回はですね、まあ、以前、863を、まあ、2ヶ月使用したときに、まあ、三脚、まあ、使用時の、マニュアルフォーカス、ピントリングの操作性がめちゃくちゃいいと、まあ、いう動画を、まあ、以前上げたときに、まあ、いろいろちょっとまあ、YouTube 上でコメントであったりとか、まあ、Twitter の DM 等で、Z50 のオートフォーカスって、そんなんなんっていうような、まあ疑問が、まあ多々あったような、まあコメントなりメッセージをまあいただけましたんで、まあ、僕結構ね、動画内では Z50 の、まあ、オートフォーカスに対しては結構まあ弱くて、まあ不安が残るというような、まあ内容を、まあたまにね、まあ、言ってはおるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、いい機会やったんで、また改まってですね、まあ、もう一度、まあ、ご説明というかね、そんな大それたことではないんですけど、まあ、こんな感じですよっていうのを、まあ、ざっくり、まあ、まあ、お話できたらなと、思っております。はい。なんで、今日もですね、まあ、一応、はい、いつものようにこう、はい、V は回ってます。はい。いつものようにこう、V はもう回ってるんですけど、音声だけの、まあ、録画になるんで、はい、まあ、ラジオ感覚でですね、まあ、聞いてみていただけたらいいかなと思います。はい。で、まあ、早速なんですけど、Z50 のオートフォーカス、止まりは正直取れます。はい。止まってれば、まあ、取れるのは正直、まあ、取れるんですけど、飛び物が、もう明らかに弱いですね。はい。なんで、まあ、Z50 なんでね、その、なんていうんですかね、D500 とか、Z9 とか、まあ、そういう機種じゃないんで、はい。そういう機種に求めてる部分を、まあ、Z50 に求めるのはちょっと違うんで、そこのニュアンスだけちょっとまあ、ご理解していただいてですね。まあ、Z50 の特性といいますか、その、まあ、オートフォーカスに関しては、止まりは全然取れるんですけど、飛び物は、まあ、弱いと、まあ、いう感じでですね。まあ、どんな感じかと言いますと、ちょっと、鳩時計鳴ってるんで、ちょっと待ちましょうか。バッポバッポ言ってるんで、ちょっと長いかな今回は。はい。終わりましたね。はい。で、飛び物がまあ弱いんですけど、どんな感じかと言いますと、レフキー、まあ、使ってられた方は、ひょっとしたらわかるかもしれないんですけど、まあ、テレコンをね、つけたときに、オートフォーカスがまあ、レフキーの場合もまあ、ミラーレスの場合も、そこはまあ共通はしてると思うんですけど、やっぱオートフォーカス弱くなるんですよね。暗くなっちゃう分。はい。そのレフキーでいう F8、まあ合成解放 F 値が F8 になる場合は、まあ中央なり、まあ何点かなり、まあオートフォーカス対応しますよっていう機種が、まあ何個かはあるとは思うんですけど、そのね、実際には F8 を超えたとてて、合成解放 F 値が F8 を超えても、明るかったらオートフォーカスは一応効くんですよね。レフ機でも。はい。効くんですけど、むっちゃ遅かったりとか、行ったり来たりしたりとか、こう、迷ってたり、合唱しなかったりとかっていうパターンがあるんです。要は、Z50 が飛び物を狙いに行った時のオートフォーカスの挙動っていうのが、大体そんな感じなんですよ。こう、飛び物をこう、まず、まあ、ファインダーに入れますと。ファインダーに入れて、まあ、こう、食いつきにこう、ぐって行くんですけど、食いつきには行くんですけど、戻ってきたりするんですよね。行って、当てやんと戻ってくるんですよ。で、それをまあ、何回かこうやっていううちに、会ったりとか、もう、めっきり会わなかったりとか。そんなんが多々あって、前回上げた動画の中で、863が、その、まあ、ピントリングが、手元近くに、まあ、親指を伸ばしたらもうすぐピントリングが、まあ、手の届く範囲にあるということで、その、非常にこう、補助がしやすいっていう話を、まあ、したんで、その、飛び物を狙ってる時の、その補助がすごいいいっていうことは、だからそういうことなんですよね。こう、飛び物をファインダー入れます、F ボタン押します、こう、ピントをこう、なんていうんですか、モーター動きます、食いつきに行きます、食いつかない、戻ってきますっていうのが何回かあるよりも、ファインダーに入れます、F ボタン押します、迷います、ちょっと補助します、じゃあ合唱しますっていうことなんですよね。
まあ、それは、F ボタンを押す前でもいいんですけど、ファインダーに入れます、補助で、マニュアルである程度被写体近づけます。で、オートフォーカスのボタンを押したら食いつくみたいな。そんな感じなんですよね。そう。だから、D500 とかね、D5 とかはまあ僕普段レフ機では使ってるんですけど、そんな感覚とは全然違って、ほんまに飛び物を撮るときは補助しないと、食いつきがなかなかしてくれないというか。で、食いついても離すんですよ、すぐ。すぐ離すから、食いついて連射して、うわ、離れた、また食いつきに行け、みたいな。そういうのが、まあ、たびたびあるような、まあ、オートフォーカスの、まあ、挙動には正直なってるて、まあ、それはまあ、Z50 っていうボディが、まあ、バンバンね、動き物を取れるようなボディに正直寄せてなくて、もう当然 APS-C のね、フラッグシップでもないんで、最近で言うとR7 ですか？キャノンの R7 みたいな感じの、この寄せ方じゃないんで、そこをね、求めるのはまあちょっと、違うっちゃ違うんで、僕はその Z50 の飛び物が苦手やっていう特性を、まあ分かった上で、こう Z50 を使ってると。まあ、それ以外の、メリットの部分があったりね、画質が良かったりとか、まあ、止まり物は全然取れたりとか、あと、まあ、ボディがめっちゃ軽いとか、はい。そういうのが、まあ、メリットとして感じて、まあ、Z50 を、まあ、手持ち単調なんかでは、まあ、僕は対応はしてるんですけど、一応、まあ、飛び物を取るときっていうのは、まあ、そういう補助であったりとか、もう、それこそボディをもう D500 に変えたりとか、するんで、ただまあ、Z レンズに関しては、この、まあ、Z ボディしか合わないんで、その場合はもう Z50 をつけていくんですけど、たまにまあ、止まり物とかでもまあ、若干暗かったりとかしたら、まあ、補助はするんで、まあ、そんな感覚で、まあ、飛び物の場合はそれがもう結構な頻度で、まあ、補助してやらないと、合わないと。いう感じでございます。はい。なんで、止まりが全く合わないっていうことじゃなくて、動きも、飛んでるもの、まあそういう鳥とか、まあ飛行機とかはね、車体が大きいんで、そんなのは全然あってはくれるんでね。こういう鳥とかっていうのが、やっぱりちょっとね、距離があると、どうしてもこう、合わない。ピントがこう、迷ってるような感じ。ずっと行ってきて、行ってきてっていうしてる場面が、まあ多々、まああると。いう感じでございますね。はい。なんで、そこをね、どうのこうのせいって言っても無理な話なんで、まあアップデートで解消される部分でもないですし、だからまあそれは特性なんでね、Z50 の特性として、まあそれでもいい方はですね、まあ Z50 は、かなり軽くて、まあ画質ももうめちゃめちゃ綺麗んでね、はい、それでも全然止まりしか取らないよっていう方にはすごい、まあおすすめの、まあボディには、まあこれね、はい、Z50 になってるんで、はい、それをまあ分かった上で、まあ購入、はまあありかなと。はい、思います。なんで、飛び物をめちゃくちゃ撮る人には、正直おすすめはしないです。はい。そういう方は、まあ、レフ機で撮りはるか、まあ、Z レンズを、まあ、使ってはる人は、もう、Z9 一択になるんで、今のニコンは。はい。まあ、Z50 のオートフォーカスっていうのは、まあ、大体そんな感じかな、という感じでございます。まあ、ちょっとね、テレコンの例えが、わかりにくいかもしれないですけど、はい。一応、まあ、そういう感じなんで、はい。そう、要は、合成解放 F 値が暗い時の、まあ、オートフォーカスの挙動という感じでね、テレコンつけた時に。まあ、キャノンはね、1.7 がないんで、ちょっと難しいとこなんですけど、ニコンはまあ、1.7 っていうね、テレコンがまあ、F マウントの時はあったんで、はい、5.6 のレンズに 1.7 のテレコンをかまして、オートフォーカスを効かした時ぐらいの感じ。まあ、テレコンつけた方は、まあ、そんな感じで、まあ、理解いただけたらいいかなと。はい。で、テレコン、まあ、つけたことない方っていうのは、まあ、僕がさっき言ったみたいに、こう、当てに行っても当たらないと。飛んでるものの被写体に対して、こう、当てに行くけども、当てに行って戻ってきて、当てに行って戻ってきてっていうのが、まあ、多々繰り返されたりとか。まあ、たまにね、当てに行って、こう、ぐっと会うときはあるんですけど、はい。それでも、まあ、確率が、まあ、Z50 の場合は、まあ、飛び物に関しては低いかなと。はい。まあ、しつこいですけど、止まりは取れますからね。はい。止まりも全然、Z50 も取れるんで。はい。まあ、一応そんな感じですね。はい。なんで、まあ、捕まえに行っても、まあ、その後すぐ話し合ったりとかするんで、それもね、またちょっと、食いついて話されるとね、またこう、食いつかしに行くのがまた大変なんで、はい。まあ、それもね、まあ、Z50 の特性なんで、はい。まあ、そんなも含めてね、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。はい。そんな感じですね。まあ、今日はこの辺で、終わりたいと思います。はい。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。